自治医科大学は、栃木県下池市薬師寺3311の位置に、本部を置く日本の私立大学である。1972年に設置された。1972年、二年、キ地医療と地域医療の充実を目的に設立された。全寮制で密度の高い教育を行い、近年の医師国家試験の合格率は、全国公私立の医学部、医科大学において1位を重ねている。 名目上は学校法人自治医科大学が設置する私立大学となっているが実際は休日省行政局が主導して設置された事実上の公設民営大学の私立大学である元総務事務次官が理事長を務め総務省の自治系職員が大学に出向し事務局を統括土地に県庁からも職員が出向しているなお同様の形態をとる大学として 急行生賞社会局の息がかかった日本社会事業大学がある。入試面では私立大学らしく大学入試センター試験には参加しない大学独自の方法で行うが医学部ではその設置趣旨のため都道府県の定員枠により選抜するという移植の方法を取る。また、栃木県が発売元となって地域医療等振興自治宝くじが売られており、 その収益金は補助金の形で本学に交付されている。医学部は全寮制であり地域医療に従事する総合医療制という観点から臨床実習に重点を置いた教育が特徴である。臨床実習のための教養試験を日本の医学部で唯一3年次に行い、4年次から病棟実習を行うというスタンスをとっている。卒業後は 採用枠都道府県の定めにより、公立病院を中心に9年間地域医療に従事することが求められている。9年間には、採用枠都道府県に所在する臨床研修病院、大学病院で行う2年間の臨床研修、2年間の後期研修、4年半の壁地診療所、病院での勤務を含む、6年間の学費は2200万円程度だが、 在学中は対応され、卒業後9年間、指定された公立病院に勤務した場合、学費返還を免除される。類似した制度を持つ、省庁所管の医師養成機関として、防衛医科大学校がある。看護学部は、全身の自治医科大学看護短期大学を開所して、2002年に開設。医学部とは異なり、通常の入試選抜方法をとる。なお、 栃木県は国立または公立大学の医学部、看護学部を持たない都道府県であり、自治医科大学がその役割を担っている。このため、医学部においては、他の都道府県の合格枠が2名、または3名で、毎年変動するのに対して、栃木県枠は2008年度など一部を除き常に3名の合格を出したり、 看護学部においては指定校推薦入学制度で、栃木県内高校枠を確保したりして、両学部とも定員や入試制度上の地元枠配慮がなされている。ただし2008年度の医学部入学試験においては、栃木県の合格者が2名となり、東京都においても2008年にはそれまでの合格枠3名が2名になるなど、受け入れ方針の転換がなされているとみられる。入学定員を 各都道府県に振り分けて合格者を決定する。そのため、入試成績上位の者が必ずしも合格するとは限らない。特に有名新学校が存在する都道府県は激戦で、その分合格が難しくなる。過去10年間の医師国家試験では、全国順位第1位を9回、第2位を1回記録しており、総合順位では1位を保っている。 かつては出生場所に関わらず、受験者の出身高校の所在地を本人の出身地と定義していた。従って、受験者本人の出身地が出身高校と同一ならば問題がないが、寮生、下宿生、自宅が都道府県境に近いなど出身地とは異なる都道府県の高校に進学した場合、出身高校の所在地が出身地として登録されるため、 卒業後9年間を生まれ故郷の壁地医療に貢献したとしても、学費返済免除の要件を満たさないという問題が生じていた。この問題を解決するため、2010年度入試より、医学部ではこの条件が拡大され、入学志願者の出身高校の所在地に加え、入学志願者の現住所の所在地及び、入学志望者の保護者の現住所の所在地となった。 1986年度以降に義務年限を終えた計1782人の卒業生について厚生労働省の要請を受けた総務省の2005年7月時点の調査によると自治医大の卒業生が出身地に泊まる定着率は都道府県によって最高90%から最低50%までと大きな格差がある。地元への定着率が最も高かったのは 新潟県の90%で、岩手県、沖縄県、奈良県など11県が80%を超えた。逆に、定着率が最低だったのは、福島県及び、熊本県の50%で、東京都や佐賀県などの6都県も50%台であった。徳島県出身で、高知高等学校卒の自治大臣、秋田大女出席のもと、 高知県で開催された1日自治省において過疎地の医師不足解消のために医科大学よりも短期間で医師を養成することができないかとの話になった。かつての医学専門学校のようなものでは医師の質の問題があるということで6年生での医科大学となり1972年に創立した。1968年から始まる。 東京大学医学部の東大紛争は、1969年1月の東大安田行動事件によって、一応の収束を見るが、この過程で、東京大学の医師が新設される、東大学に流れてきた。学校法人自治医科大学の登記上の事務所、所在地は、東京都千代田区平川町2丁目6番3号である。栃木県下野市のキャンパスは、 栃木県農業試験場南川地分場の跡地である学部大学院付属施設。ありがとうございます。